踊りの半額シールの知識ってアニメ弁当から来てるんですけど、あの夕方になると半額シールを貼ってもらえるっていう。で、半額シールはなんか8つ切り込みが入ってて、剥がして別の商品につけられないように1回貼ったものを剥がすと破れやすくわざと加工されてるんだって。そう、悪さを防止するためなんだって。詳しいね、やってたって。いや、違う、いや、おかしいだろ、これさ、みんな気をつけた方がいいよ。あれね、貼り直そうとすると破れてね、いや、結構貼り直すの難しいんだ、なんか自分の目当ての商品に半額シール貼ることできないんですよねって。いや、おかしいでしょ、こんなさ、何千人も見てるところで、やばい犯罪の話し始めたらさ、いい加減殺してほしいよな、鳥のこと。みんなお願いしたいんかな、鳥がみんなにリボ払いを勧め始めた時や犯罪の自慢をし始めた時は、その手でみんなの手でね、あの殺してくれってお願いしたやんか。そう、ハウルのミラー配信し始めた時も殺してくれって。あれ、今日さ、金曜ロードショー何やるの？なんだっけ、トトロだっけ。なんか耐久のコメントで、ここでトトロ見れますかみたいなコメントがあって、見れるわけなさすぎて笑っちゃったんだ。あ、ハウルだ。見れるわけなさすぎて笑っちゃったんだけど、こいつバカだろうと思って。すいません、ここでハウル見えますか。じゃあ、あの、ナトリがマジで、あの、倫理観がマイナスにオーバーフローした時は、マイナスに振り切っちゃってもうめちゃくちゃになった時、RTA、ナトリさんの人生 RTA で、本気で倫理観がマイナスにオーバーフローしたら、もう、あの、テレビ映しながら配信することになるかもしれない。ここでカルシファーの真似して騙すか。ソビー早く薪をくべてよ。ソビー死んじゃうよ。ソビー死んじゃうよ。あまり僕の同居人に意地悪をしないでもらえるかな。マルクル、この掃除婦さんにあまり掃除をしすぎないよう言ってもらえるかい。本当に死ぬところだった。セルフレジ、自分でレジできるの？自分でレジできるのめちゃくちゃ楽しいじゃん。セルフレジでの不正行為にはバーコードを入力しないカゴ抜け行為もあります。カゴ抜け行為は窃盗罪らしいです。へえ、いいな。いいなって言った。違う、今のいいなは、あの、違くて、あの、窃盗にかかってるんじゃなくて、セルフレジが楽しそうでいいなっていう意味ね。ちょっとやめてよやめてよ、現代文の授業じゃないんだからさ。違うじゃん、それさ、作者がどこに、何に対していいなと思ったか答えよっていうのでさ、セルフレジでごまかすことができることって答えて。お前らやばいぞ。そういう時は殺さんきゃ。来年のカレンダーまだ届いてないみんなに、今からナトリが何月がお気に入りなのかっていうのをちょっと発表しようかな。後から答え合わせしてほしいんだけど、8月が一番お気に入りだから、今年の8月になったらちょっとみんな楽しみにしてほしい。ほんと8月のダジャレが一番よくできたなと思ってね、かなり自画自賛してます。なんで発売されてないカレンダーの中身知ってるんですか。確かにそうや、やったかって。これリーク情報って、ほぼリーク情報だよね。まだお手元に届いてないものに対しての言葉ですから。2月下旬に届くグッズのリーク情報、失礼しました。 VTuber が配信以外でゲームして許されるんかって。こんなの東国当たり前、ダメなんだって。ダメだけど、みんなは秘密にしてくれる、警察には秘密にしてくれるだろうから、内緒で話してるんだ。そう、 VTuber って配信外でゲームやったりすると逮捕されるんだよね。でも、そんなん関係ないじゃん、面白ければいいじゃん。だから、もう、あの、みんなには秘密で話そうかなって思って。あ、この流れ、開けろ。